胃袋ちゃん、福井3週間、日本全部の市区町村通過中の原由香です。初福井白崎サンダーバード編5本目の動画です。福井から小松駅に向かって移動していきます。この電車に乗ります。福井から野々市市に向かいます。77分です。結構乗るんですね。はい、席はこんな感じ。イコちゃんが働いていました。さらば福井駅。パワースポットのケア黒達神社ですね。福井市民の憩いの場ベールにも行けましたし、駅の屋上のフォトスポットの恐竜さんたちも可愛かったですということで、はい、もうね空港に向かっているわけですよ。まあ、空港方面ですね。野々市市はね小松を越えていきますんで、あわら温泉朝まで来たところですね。でも私は越前鉄道のあわら湯の町の方から行ったんで、このね JR のあわら温泉の駅はねちょっと離れてるんですよね。まあこの辺はね全然観光してないんで、また改めて行きたいですね。はい、明豊ハムではないです。小松から能見市に入りました。そして能見から白山市に入りました。久しぶりですね。やっとね本当に進んだって感じがする。もう随分このさ増えるターンがなかった。久しぶりだわ。はい、加賀笠間駅です。なんかここもねピっていう端末ありますね。 IC 対応ですね。いや IC 対応の駅じゃない時に動揺するよね。特に無人駅だとどうすんのこれみたいになる。はい、ここはマットです。そして、プラス 0.1% 65.6 になりました。野々市市にたどり着きました。なんか犬がいる。野々市駅はですねなんかすごいめっちゃ凝ってるこの待合室のようなものが上にありました。はい、出口を目指して歩いていきます。はい、これから目指すはフレンドマート野々市店。はい、徒歩 600m 約9分で着くそうなんですけど、 Google ってさめちゃめちゃ住宅街の道をねなんか歩いていけって言ったりするんでね、ちょっとビビりますね。一本隣の道歩いていけばね分かりやすかったと思うんですけどね、つい近いところを選んじゃうんだよね。肉厚のお刺身の中トロのお寿司が980円なんて。他にもねソースカツ丼とかも売ってましたし、まあ、ご当地メニューあるのは強いですね。あとパンが美味しかった。おしゃれだしさ安いしさいいことずくめじゃないということでパンもおすすめです。はい、駅まで戻ってきました。いや綺麗な駅ですね。そして3月16日からですね今回乗車した敦賀から野々市は JR から IR へ、なんか29駅もですね移管移られたということで、なんかすごいよね。はい、では野々市駅入場します。うん、誰もいないで、ここからね小松に向かって、電車乗っていくんですけども、この駅は大きいですね。なんかちゃんとさデザイン凝ってるしなんか立派だわ。なんか懐かしい音楽が流れてたから撮ってみた。はい、ここから小松に向かいます。この電車に乗ります。クハ52049って書いてありました。あー、だんだんね晴れてきましたね。いやこの日はね雨降ったりやんだり降ったりやんだり降ったりやんだりめちゃめちゃややこしい日でした。はい、小松駅に着きました。初乗
上陸でこんなね列車のご案内とかあるんですけど、なんかちょっとさレトロで可愛くない？小松市イメージキャラクターの歌舞伎がいたり、歌舞伎と一緒にプリンちゃんやシナモロールくんがですね働いておりました。この看板めっちゃ集中線キラキラみたいな感じで、このねフードエリア結構良くて、カレーの市民アルバもね入ってるしね、あとはねなんかあのコンビニもお土産をいっぱい売ってたんですよ。だからめっちゃいいですよ。小松空港行きのバスの時刻表はこちら。これが小松駅です。めちゃでかいわ、やっぱり立派だね。さあここからですね徒歩7分500メートルほどで、ボンネット広場があるので行ってみました。めっちゃ電車だわ。こういう電車はねさすがに乗ったことないからね。で、あの、さっきその上から見えたんですよね、この窓から。で、あのところになんか電車あると思ってあの寄ることにしました。窓から見えるのは強いね。さあこれなんで色が塗ってあるところと塗ってないところがあるのかは謎です。補修したのかな。土日と祝日は車内開放も行ってるようです。小松駅にて可愛いフォトスポットを発見。新幹線開業前ということで、まだねあの薄い紙が貼られたあの看板がいっぱいあります。あとここは何なんだろうね、すごいなんか絶対に見ちゃダメみたいな囲われてる。いやどうなったのか、今どうなってるのか気になりますね。これもさふと思ったんだけど、このままなわけないんだよね。今どんな風になってるのか気になります。あの地面にねプリンちゃんが映し出されててめちゃめちゃ可愛かった。これね1種類だけじゃなくて目がキラキラバージョンとかもあって、多分この2種類だと思うんですけど、あの見つけたら撮ったらいいと思います。可愛い、こういうのもあります。いやいいですね。小松土産店かな、これすごい良かった。めちゃおしゃれだし可愛いものがいっぱいある、そして美味しそうなものもいっぱいあるんで、あの絶対中入ってみた方がいいです。食べてみたかったけど準備中だった爪を、このお弁当買ってね食べたかったんですよね。あーまた次回。さらば小松駅、空港に向かって移動しておりますが、もうねたったね12分とかなんで、もうあっという間に着きます。はい、小松うどんを食べます。はい、これめちゃめちゃ小松うどんについて説明が書いてありました。はい、いただきます。なんか能登牛が乗ったやつにしたよ。はい、そして出てきたら準備中でした。よかった食べといて。はい、この記念メダル販売機もういつも気になって取っちゃう。でもねなんかあの売り切れてるもの結構あるんだよね。やっぱ人気あるのかな、あのレトロブームで。はい、小松空港記念メダル、はい、記念写真も撮ってみました。能登のお醤油、いしるとよしる、そして小松空港の上へ行ったんですよ。であれに乗るのかなとか思って見たりしつつ出発準備中でございます。はい、今から羽田に向かって飛んでいくんですけど、この小松空港にはねおそらく私2時間半くらいいたんじゃないかな。だからねすごいねお土産を買ったの。もうかつてないほど空港でねお土産を買いまくっていた。多分1万円超えるぐらい買ったんじゃないかな。なんかあのヨッシルとイシルって1本500円だったんだけど、両方買ったからめちゃめちゃ重かった。1リットルだもんね、1キロだよそれだけで。はい、このルートで東京に向かって飛びます。ケアクロさんの近くにあったラメールっていうお菓子屋さんのケーキとチョコレートです。両方ともめちゃ美味しかった。今回ねなんかねすごい夜景がめっちゃ綺麗に撮れたの、すごくない？これ私史上一番綺麗に撮れたわと思った。はい、あっという間に関東でございます。
はい、このカニ飯あの空港で買ったんですけど1400円、高いなと思ったんですけど、食べたらうまーこれ買うわーって思いました。はい、あとこのおまんじゅうだるま屋さんのやつですね、食べやすい大きさでとても良いです。ぜひ、これドンリンはめちゃめちゃ独特の味がした、ハマる人はねもう絶対買いに行くと思うわ。今回どこのスーパーでも売ってたのがこのコシアン&ホイップでした。これも美味しかったね。イシルとヨシルを買ってきて、イシルを今使ってるんですけどめちゃこれいいです。利尻昆布とこのイシルをね 15ml ぐらい入れるだけでめちゃ美味しい鍋ができるんですよ。もう最高ですね。愛してます。今回はそんなに移動距離はないですね。はい、今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございます。評価チャンネル登録よろしくお願いします。この旅の成果はプラス 0.7%、 現在の達成率は 65.6% です。前回よりプラス 0.2% となりました。久しぶりですね。でも随分バーンとね濡れたんで満足です。次回の胃袋ライブは明日4月28日、東京の代々木バーバラさんであります。やばい、明日か、明日なのかって思ってしまった。頑張ってね歌詞を覚えないと。あとまあ通販の方はね発送してもうお手元に届いている頃ではないかなと思います。皆様感想等々教えていただけると励みになります。それではまた来週。ストマックパトロール原由香でした。バイバーイ。